こんにちは、酒井ギタースクールです。続けてこの角度からのこんにちは。コメントです。コメ読み、いつも毎回何度も見て勉強させていただいてます。ありがとうございます。ピッチカート奏法のやり方を教えてくださいということでね。ピッチカートっていうのは、基本的にはね、このブリッジの上、ブリッジからこっちにね入り込んだところを触ってね、触れて音を出す、これがピッチカートですよね。でいい音はね、やっぱりちょっとこの位置をどのぐらいが一番いいのかなっていうのはやってみた方がいいですよね。でちょっとダメな例、ダメな例としては、手が上すぎる、ちょっとこの辺に例えば6弦ピッチカートやろうとした時に、僕はこうそのまんま下ろしたところに6弦があるといいんですけど、例えばこの辺に手を置いて6弦がなんか妙にこうね、こういう形でここに6弦が来てっていう、こういう状態が理想的、僕はね理想的なんだけど、これを親指がこんなになっちゃってる感じ、例えばこんな感じ、これちょっとあんまり良くないんですよね。なので指の位置を変えるんじゃなくて、手の位置を自由に、こういう当たり方じゃなくて、こういう当たり方が理想。これ分かるかな、この違い。こうじゃないんですよ、こうなんです。例えばこう6弦から1弦に向かっていくときに、これダメ、ちゃんと親指に合わせてこう手がねちゃんと移動するように、こういう手の移動をちゃんとやること、一箇所に固定してやると、いつの間にかもうピッチカートできてないとかね、音が変になるとかあるんで、ちゃんとこういう移動は意識した方がいいです。親指じゃなくてもね、例えば I とか使うんだったら I も、P をね意識したこの位置で I は無理なんで、こういう感じです。なのでね、この辺かな、この辺、ちょうど手のひらの真ん中ぐらい、ここが低弦みたいな、そんなイメージでセットすると、あとはちょっと微調整ね、6弦だったらここ、3弦 I でいくならここ、しっかりと動きながら弾く、あとは、このブリッジからね入り込みすぎたら音程なくなっちゃうんで、ちょっとピッチもずれますよね。なのでピッチが変わらない位置、
をちゃんと意識すること、この辺までこう来ちゃったらもうちょっとね、双方的にはダメダメなピッチカートになっちゃう。音程が変わらない位置でこの低弦に、低弦がね、低弦でこの辺りで低弦当たっててもちょっとどうかな、あんま良くないかな。やっぱりここの真ん中付近、そこの前後での微調整っていう感じで考えるといいかなと思いますね、うん、まあちょっとこれもね、参考にしてみてください。